く払います。はい、こんばんは。はじめまして。はじめまして。宮崎小坂です。あ、宮坂です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、友達先生ありがとうございます。何、あ、カメラ取り付けてるんですか。はい、あとユーストリームも。あー、中継するって、なんか言ってました。ユーストリームで中継ですか。え、何度か来たことあるって感じですか。サイエンスカフェは何度か足を踏みました。じゃあ松本さんとも知り合いで。そうですね、はい。ユーストリームの方もいらっしゃる。名前が、お、4人、4人来た。お、視聴者が早速いらっしゃいませ、ね、30分以上ありますけど、皆さんでしたっけ。はい、そうです。これプレゼント、お、いいですか。どうも、今日発売されたばかり。世界気象カレンダー。そう、発売されたばかり。放出していいのか。あの、著者に30部ずつ来るんですよ。30部ずつ。それでこれなかなか知り合いに配ってもなと思って。できるだけ新しく会った人にやりたいな。ありがとうございます。ステマしとくか。ステマ。ステマ。すごい、なんか楽しみいただける私の知らない現象が早速。あ、じゃあよかった。こちらに。あ、これで、はい、どこですか。始まる前なんで、ちょっとテストですけど。はい、じゃあ最初のお客様。ほんまに。はい。あ、もう中継してるんですか、これ。はい、もう中継始まって、3人ほど見てくださったんですけど。はい。今日はですね、災害バスターズっていう、はい、謎な、サイエンスカフェ。何なんだって。あの、こんなおかしな男のところによく来てくれたんで、ありがとうございます。宮坂さん。はい、宮坂です。宮坂さん何されてるのと。今の就職活動してるものです。はいはい、はい、じゃあ大学生ってことですか。卒業はしてるんですけど。卒業して就職じゃなくて、あの、転職です。失礼しました。なるほど、はい。そのどういうところを探してるっていうか、方面とかある。今の、 あの公的なところ、例えば公務員とか見てますね。うんうん、はい、なるほど。サイエンスカフェ自体は特にその就職の話はあまり関係ないです。いえ、意外とあの特に天気とかだと、うん、あの災害で出動するとか公務員あるんで、うん、あの関係は何かしてくるかなって思ってますよ。あ、なるほど。それは、はい、ちょっとありがたいですね。それは最初に来るよね。30分前ですけど来ますよ。もう一番後ですからね。やっぱ公の機関で働くには30分前行動。早くに。いや、そこ行くと僕かなり時間ルーズなんで。いや、あのね、今日はですね、あんまりね、やること決めてないんです。そうなんですか。まあ、その来てくださる方がどんな人か、うん、全く僕の予想つかないので、うん、まあ、来てくれる人のどんな人かなを見ながらちょっと考えようかなと思って。あ、もうその場で考えるんですね。まあまあ、別にそのネタ候補みたいなものはつかないんですけど、はい、あんまり僕だけ喋ってもなっていうのもあるんですね。うん、はい、それでなんかその僕その今回災害バスターズっていう、はい、企画名にしたんですけど、はい、これ正直言って、まあ、媚びを売るようなタイトルというか。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。初めまして、小坂です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お名前は
片山と申します。あの、そうですか、はい、初めていらっしゃったんですか。サイズサフィンとかあ、なんなんというか、ね、常連さんどうなんですか。そういうわけで、松本さんとはもう馴染みですね。あの、今回ユーストリーム中継を実験でやろうと思ってるんですけど、そのテストそうですか。もう第一番です。休憩中みたいです。お願いします。あ、よかったらちょっと。どうぞ。まだあの多分ほとんど人来てないので。テストです。何見てるの？そのものがそんなに専門でやってきたわけじゃないんですけど、一応気象学っていう、まあ、研究が専門で、はい、関わりはあるんですね、関わりはあるんですけど、災害そのものがそんなにあのずっと僕がこうなんていうかなクソみたいな努力をしてきたんですけど、実はそんなにしてないっていう。ただまあそういう立場だからまあ、だからでもちょっと気にするとしたら、どっから行動を始めれるのかなみたいなことをどうしても一緒に考えたいなと思いました。あの、あれですかね、普段そういう災害ってところは特に何かありますか。災害時に、そういった面が確かないですけど、ただあの、自分の場所に住んでたずっと住んできたんですけど、やっぱり災害に対してどういうのかなって感じるんですけど、どういうの、例えばこの前の台風とかっていう感じで、私たちって怖い怖いって聞いたとしても対策ってないだろうと思って、全く分かりますよ。例えば私も2人に行く方なんですけど、台風っていうのがどうするって言ったら、多分考えると、あ、なんとなくそういう感じに流されちゃう。だから本当に、中学校の空気がいいんですけど、対策っていうのが恥ずかしいっていう感じに、怖がっていきすぎなんじゃないのみたいなことを、どういう意味までいかないんですけど、みんなそこまで慌ててないでしょっていう感じの時に、先生が見つめるのが、だから、私のところに来てみたいな感じで、それが記録の人に聞こえるから、子供さんの2人が来たくて、小中学の子供さんの人に聞こえるかもしれない子で、子供に対抗中すごく怖いって言われてるんですよ。だから、あの会社の方に許可を取って、はい、あの休んだり、配送を、もう距離を短くできないか、交渉してみたらと、出かけてみたんですけど、しばらくそこで。なるほどね、もしかしたら配線可能性なのかもしれない。なるほど、結構直近でリアルな話があるというとなんですね。あと私の弟が、はい、あのもう大学に通ってはいらっしゃるんですけど、あの頭おかしいと思うんですね、私ちょっと直接言ってしまう。台風が来ている時に、はいはい、あの前日だって分かるじゃないですか、はい、その休校しますっていうのが、うん、違うんですよ、当日行って分かるんですよ、学校の
体制としてそうなっちゃったみたいなんです。だからその一昨年昨年か分かんないんですけど、雨の中ですよ、わざわざ行って、はい、で受ける受けないじゃなくてただ行って、うんうんうん、で今日 本日の記憶になれますっていうことを聞いて帰ってきたんですよ。なるほど。もしこれが本当に行く時が危ないでしょって話かもしれないもんね。でそしてそれが遠いもんですから、もしその記憶をなってたら、うん、止まるしかないんですよ。なるほど。でもお金ないと止まれないんですよ。ああ、そうか。もうやることなすこと行き詰まっちゃう可能性がある。そうなんです。でまあたまたま今のところ生きてるけどみたいな。そうです。ああ、なるほど。もうここ最近の国だったり、はい、行政とか見ていたら、はい、偶然うまくいってきたことを過剰評価して、うん、ああ、なるほど。それはなんか思った以上にリアルで、あ、それは意外ですね。はい、僕ももともときっかけは台風なんですよ。と言いますと、ずっとね研究だけやってきて、そんなに災害って言ったら意識あったかというと、情報取る癖はあるんですけど、その人にわざわざ災害のことどう、もう、あ、まあ、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 もういいですか。はい、もういいです。ここで30分前。大丈夫。どこでも大丈夫みたいです。それで、その、僕のですね、ある本がきっかけで、本を読んでくださったテレビのディレクターが、まあ、ちょっと、台風の教育番組みたいなのを作りたいから、で、まあ、ちょっと10分ぐらい短いやつですけど、子供向けのやつで出てですね、でそこからの番組作るってなるとさすがにいいです。このなんていうか専門じゃないよという言い訳を通用しないです。さすがにその画面に出るから。で、なんかそのそこでちょっと本当に本当は動きが真面目に考えるようになったんですけど、考えてみたところで、僕にとってはこれだなっていうのが出てくるんですよ。好きな場所に何人にとってこうだなんてことが出てこないんですよ。絶対そうなんですよ。その人の生活に沿った方に絶対出てこないんですよ。九州だったら九州、はい、少なくとも同じ場所に横浜とは。飲み物何かいりますか。あ、僕は結構です。大丈夫ですか。お子さんのこう、わかりました。こうしましょう、ああしましょう、言うばっかりで、本当にその人が住んでる町で、本当に自分で考えることを流さないと、わかりました。人と話してるものは、インフラだったり、発想というか、人が解除しないところのレベルでは、うまくはいってるんだけど、いざってなったら、あ、なるほど、なるほど。その、そのそのハードウェアっていうか、ちゃんと川を河川工事ちゃんとしましょうとか、ダムちゃんとしましょうとか、そういうハードウェアは結構ね、日本がしっかりしてる方かなと思うんですけど、実際それを運用するとかいう、つまり応用できるので行こうとしたら、加えなきゃいけない壁っていうのがいっぱいあって、はい、で、その壁を越えるためにまず壁を見ないといけないんですけど、壁を見ない壁を見ても止まってしまうという。でも壁を見ないで地面を見てるんですよ。で、壁を背けてしまいますね。はい、壁の高さの下の地面のところを見ちゃうから、ああ、いいえ、大丈夫だ、大丈夫だと思って、なるほど、その席から小説の波がどれが高いかって想定してないんですよ。そう、それはね、あ、そうですね、それで、はい、いつも何でも、あ、ありがとうございます。バタバタっとすると、ちょっと凍ってしまうんですけど、はい、なんか、で、その、もっと面白いメディアというか、あれが、情報、一時情報をできるだけ、これに簡単で届けたいという面がありまして、よろしくお願いします。できる限り、結局自分のことに聞かれたね、気象系の方々が、大変だったんだなぁ、思ってたのすごく、だから結局その九州では、はい、あの連れてこないんでしょ。だけどそこからこう新しいメディアを作れたらなっていうの。そうすると文字情報で教訓っていつまでたくなくならない言葉だけが浮いちゃってる感じ。
と出れるようなになる。そうですね。本当にいいことになられます。前回私のさ、こちらのサイエンスカップで教えていただいた話があって、はい、ね、住まいはもうすぐ取得もなってるんですけど、それは何かっていうのが、はい、東京国際条件のものですけど、すが、はい、実はエンジニアというか技術者がやってまして、国家試験に当たるのに、福岡だったら広島に私九州また社団体って同じ会社だったんですけど、はいはい、まあ、グループは一緒なんだけども、はい、違うでかっていうのは、その年にちょうどなったんですけど、まあ今回の東日本大震災の大きな必死にそうと体験していたからなんですよ。UBD とか CD とかあって、ソファソコン、これは姿の光ですって言われて、本当はだから、ちゃんと学んだことが生きてくればっていうことに、下見ができたんで、別の動作でやったら、なんか思った以上に、なんかまだ20分前なんですけど、いきなり深い話になってしまった。でもまだちょっとね、月間のシフトとか、そういう会場からデモなんかですっていう時間をできるだけ取りたいなと思いますね。今日はそのボス会社やったし、生徒さんたちも少し山口さんたちも多分なんかもうちょっと遅わせてきたね。人数やらせてもらって、そうですね、毎回ちょっと面白い変化を質問してる。ありがとうございます。早速、今度誘います。次はですね、今日のプレゼント、サイエンスカフェは初めて来られたの。そう、私もその課題もすごく気になってて、本当自分なんか自分で分かんないけど、
そういう辺はもう、それで昨日最初にお聞きしながら考えたいなって正直お願いしてきたんですよ。1週間かかるそうです。僕はどっかで会いたいよなと僕も思ったので、もう私もですね、まあ、こういう機会でっていう感じがあればぜひと思って、カレンダーをちょっと印刷関東で会うかなと思ってたんですけど、まずは今回学会もこっちであるんで会えるかもしれないですね。ダメだ、関東にもよくいらしてよく見てますね。大体ね、引き出している形なんですね。何回か行くんで、まあ3、4ヶ月に1回行ってところですね。これ、イベントごとだったりとか、近づかれると、あの、さやさんは、あ、こんにちは、こんにちは、じゃあ、説明します。電話があります。あ、そうですね。たまたまあの時は、あ、お茶飲みいつか行けるだろうみたいな感じで、九州から退去して、市長の氏が、どういうされます？仕事。神奈川に行って、神奈川の皆さんと一緒に公開のレカやろうっていう時だったんですね。はい。で、まあ、たまたま、再開したら、Google カレンダーから、申し込みの時期が多かったですね。まだ確かに、どうしたんですか？30分。はいはい。そして、ユーストリームの中継を、日本全国からいろんなところが、これを期待させて、アプリケーションっていうのをやってる人たちがいて、まあ、その人たちが人数が増えてると思って、実際何人来るか、どうだったら、すごく緩いと。業界の情報のやり取りをやるし、それからあの来場してくれた一般のお客さんに対しても、こういう価格の設定もありますよというアピールもあるし、コミュニケーションでこういう情報もありますよというのもあの、まあまあ、まあ、まあ、ない感じですけども、そうか、そうか、そうか、ちゃんと業界をも作ってて、で、そこの場合それに近いもんがありますね。年に1回はちょっとここで集まって、この1年間の振り返ろうか的な、自分に近いことになって、この1年間振り返りお互いちょっとこう、あの、報告し合おうかっていう、全然近いですね。東京さんの多少なので、関東のグループとか、意外と関係ないから、僕らの参考ですし、テックも。出店してますので、最近のキャンディー券とかもガラケーを落としてるんですけど、私たちは一応気象投資あるグループと分かるんですけど、子供向けな、子供や親子向けに実験をやってるグループなんですね。実際として一つ出店をして、で、まあ、ちょっと実はその場でも実験をやったし、その宿で作ったつながりから、さらに新たな連絡を入れるんだ、お礼を下さいっていうふうにセッティングしてもらったりとか、そういうことは宿ですよね。いや、それで、まあ、そういう意味では、はい、そのこれサイエンスカフェみたいな、はい、僕ね、初めてですよ。そうですね、なんかサイエンスカフェでるんじゃないかなというよりものに対しては、まあ、佐藤さんが今回やりくださったんですけど、もう初めてなんですよ。でも僕はあの普段勝手にです、ね、あの飲み屋で喋ってるだけっていうビデオを、はい、あそのままに入ってましたあれをまあなんかずっとここ1、2年やってますけど、ちゃんとないっていうかサイエンスコミュニケーションだって、iPhone しか使ったことないんですけど、ある意味かかるじゃん。今日そんな感じもないんですけど、そういうちゃんとした企画的に任せたってたって、あ、そうなんですか。イメージはすごくアブラムなってくださいなっていう。それでその、ちょっと落とすから災害バスターズっていうタイトルで、とりあえずね、勢いにしましたけど、まあ、本番的にどういう、この前、コーブの、コーブの1時間半、どういう話をしたのか、聞くとは、あの、まだ全然どういう内容かが、そう思うべきなので、そういう期待もありますし、日数だけや1年間、ちょうど1年、どういう研究室から今日は、無事に何やったそんだろうすごく期待してますけど、1年前で軽いんですけど、実はですね、金の出始めた僕作の持ちネタでもいいんですけど、それもすごい貸し出もいいんですけど、そうです、それのものですか、買いたいこのタイトルで集まる人が何をもって災害だと今のところは何を持ってきてるのかなって知りたいですよ。実はね、その本当に変な気持ちなんだよ、知らんじゃないか、Kindle Fire とかによって雇ってないですか。お仕事ヒコマなのか、あるいは Kindle Fire 新しく買い替えたのか、買い替えたのか、HD の
大きいやつなんかその全然立場って災害っていうのを捉えたら違うんだけど、おー、そうです、そうです、なんでさ、僕の聞きたくて聞こえました、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 僕もそういうなんかありますけど、豚肉の丸焼き行かれるんですか。はい、行きますよ。私はちょっとこの日仕事で絶対残念ながら参加できません。土曜日あの前夜祭やってます。前夜祭なんですか。ただ翌日仕事だからですよ、ちょっとやっぱそういったらやっぱちょっと飲みたくなるので昼過ぎぐらいから準備で、12、3時間はやかんと、はいはい、なんで、しかも夕方ぐらいからは、間に合わないと思って、まだおかがきでやったときに、10時間ぐらいで、もう2時間ぐらい欲しいねっていう感じだったので、でもあれ、あの写真上げてた人から。話聞いたっていうか、そう投稿を見てたらいきなり上がってきてショックが起きてたとか、なんか結構苦情めいたことを言ってる人、そうですか、いや、あんた肉食いよりもそんなね、そういうとこ見直すにも綺麗事だけ済ますよ、なんか虫がいい話で実際の本だけで1000超えたの電車好きで、こういうのも銭湯だと思うんですよ。まだここは動いてないんですけど、そこまで結局まだゴロゴロできてないんですけど、なんか僕もなんか投げ出しながら過去に取れてました。すごい良くなりました。こんな担当さんに要約するとレベルがなりましたけど、講談を受ける書籍を無事に私もどこかの後が狭くていいのかな、視野の人とか見とって、ほぼは何やってたら、あります、あります、あれ使ってるんですけど、もっと十分に楽しめてるので、はい、あれだと思うんですけど、振り上げの方は吉田さんやっぱり、はい、バンドが分かんないんですけど、ほぼ基本的に電子書籍だけなんて使いやすいかなと思って、タブレットだとアプリの中に電子書籍があるんですよ。めっちゃ重いやつやるとなかなか時間かかったりとかする可能性はあります。あと、部品のフォーマットによっては全く動かないというこ、ん、ともあったりして、あるんですか。あ、見ますちょっと一つあるんですよ、ね。改善されていたらいいなっていうテーブルが、そんなことで読んでるんですか。広告やっぱりさ、広告やっぱりさ、あれ結構、ロースティーとか
知り合いは、すげえ仲良さそうです。というわけでございます。
ですね。知り合いか。いい関係ではない。いい関係ではない。いい関係ではない。で、ちょっと話していただいて、後藤さんのところに、ちょっと、中尾さんに行って、でも、違いましょうか。そうですね。本当に。え、君は行ったの？そうですね。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 こんにちは。よろしくお願いします。よければあれです、あそこに行ったそうね、はい、あなた悪いの PR しどういう関係なんだ気になりますね。あー、そうなんですね。どういう関係なんですか。これはじゃあ、アルミさんもサービスさんもそうです。何が企業からまず僕らやるどういうイベントになりますか。それ以外でいや、難しいかな。なるほど。だから広告の仕方とか、そういった広告ですか。それで、今も海外流してますね。なぜ、何なのか。これは見せたいな。シャンカルですか。あ、松本さんが、どういうか来いって。もう、ちょっと。私はもう何かやりますか。この飲み物何かやりますか。そういうので自分でもいい。分かりました。何かやりますか。分かりました。はい、いやラスト1枚に これまで内政の仕事で観客を得たくて100人が決まっていて、ね、で登壇者は、ね、2年連続たまたまですけど13人、はい、複数の人がいたので、はい、まあ、まあ、13人と思ってもいいんですけど、まあ、スタッフの毎回で10人ぐらい、来年は倍ぐらいの規模をしたいなと思って、ライセンスの壁を決まってるんだよ、はい、100人までのライセンス。そうですね、最初は100人までで、テント本体がやってるイベントが2つあるんですが、年に1回大きい、それに参加するとライセンスが上がって確定が1000円取れる。なので好きな人数でやれるようになった。京都とか東京とかが大きくやってるのは、はい、京都も東京ももう何年も前から。なるほど。テントの本体のコンペアでやってるので、積み重ねて本体のイベントが考えたので、何回やっても本体のイベントに行かなければ勝てないと思うんですよ。ああ、なるほど。やっぱり向こうに行って、テントのコミュニティのメンバーの一部だという認識を。高める必要がある。世界中 のお笑いさんの4人ぐらいあったんですけど、まあ、そういう人たち交流して情報交換して社会をやるとか、そういうことがすごい重要だったので、監督で動かずに本気の中に入った感じはしないじゃないですか。プラテントで医学としては多分そうですね。ありがとうございます。
皆さんこんばんは。こんばんは。はい、松本と申します。僕の紹介がかいつまんで。今回、ですね、去年の10月に、始めたサイエンスカフェで、6回目で、ちょうど、まあ、1年、まあ、2ヶ月に1回ぐらいのペースでさせていただきます。で今回はですね、実は昨日まで気象学会というのが福岡でやってまして、その関係で、野出作さんとですね、これから、お話しいただく茂木耕作さんがいらっしゃっているということで、今日こういうような会になりました。で特にこの、まあ、お呼びするに、ところでですね、僕もずっと前から気になった梅雨前線とかですね、この作家の本なんですけどとか、あと荒木さんのちょっと本が出る前だったんですけど、雲の中で何が起こっているのかって、雲って何でできているんだろうというのがすごく不思議になったところがあって、で、まあ、ちょうどこういう機会だったので僕も勉強したいと思いまして、来ていただいたというような感じでございます。まあ、細かい説明はまたこういろいろと話しながら、あとは、まあ、気になる方があれば、その後の懇親会でですね、いろいろとお話を、していただければというふうに思います。じゃあ、はい、ようこそ災害バスターズ大丈夫なのかこの会は気象学者、はい、楽しい学者ということで茂木耕作さんにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。災害バスターズっていうですね、もうタイトルだけとりあえず決めて、特に 中身そんなにね、僕がかっちり決めないでいつも喋るんですけど、まあ、災害っていう言葉ってすごい漠然としてるじゃないですか。それで僕は災害ってこういうもんだと思っていろいろ今まで、まあ、何個か発信はしてきたんですけど、多分そのあんまりその一つの答えだけ発信していてもちょっとその人それぞれのストーリーに沿わないであんまり実践的なものになっていかないんじゃないかなっていうのはですね、まあ、前からすごい感じてるんですね。まあ、今日はですね、このタイトルに引き付けられた人がどういうことをそれぞれ災害という言葉に対して思っているかとか、まあ、自分はこういうものを災害だと思っていて本当はこういうふうにした方がいいとか、世の中でこう変わった方がいいんじゃないかとか、まあ、それを変えるためにどうしたらいいんだとかですね、まあ、なんかそういうのをまあ多分そのここに集まってらっしゃる方は結構意識は高い方が多いような気がするので、まあ、それをシェアできる場にできたらなとちょっと思ってですね、まあ、勝手にここにいらっしゃる皆さんもね、僕は勝手に災害バスターズのメンバーにもう全員入会です。
という仕立てにしていきたいと思います。でメンバーのですね、まあ、まず メンバーに入っていただいたからですね、まず資格がいるんですけど、まあ、資格はですね、まあ、まず僕と友達になっていただきたいっていうですね、Facebook で僕から友達申請がいきなり行ってびっくりされた方もいらっしゃると思いますけど、Facebook でモテ作を探してですね、まだ友達になってない方はぜひリクエストをお願いします。まあ、資格は僕と友達になってくれれば全員おっとなんでない方がいらっしゃいますか。あ、フェイスブックやっておられないですか。あ、してますけど。あ、はい、あ、じゃあまた後ほどリクエストお願いします。はい、もう速攻で OK します。お名前なんですか。私樋口さん。樋口と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、資格は以上でございます。で、任務があるんですよ。まあ、バスターズのメンバーはですね、やっぱり災害バスターズなんで倒さないといけないじゃないですか、やっぱり。まあ、そもそも災害っていう敵が何なのかっていうのがまだ漠然としてるからちょっとふわっとしますけど、やっぱり僕らとしては何とかしてそれぞれ倒したいと思ってるからここに来てくださったと思うんで、まあ、何とかしてこの任務をですね、まあ、それぞれちょっとやっていただきたいなと思ってます。で、まあ、最後にですね、まあ、じゃあ任務をやったら報酬が必要なんですよ。で、まあ、そのこれは別に僕がなんか払えるも資金を持ってるわけじゃ全然ないので、そういう話じゃなくてですね、任務を果たすと自分にとって何がいいのかということを多分皆さんそれなりにモチベーションがあるからここに来てくださったと思うんですけど、こういう風になったら自分は本当に嬉しいんだっていうところですね。なんかぜひですね、ちょっと改めてちょっと言葉にしていただいてですね、で自分の中にそれを持ってるだけじゃなくて、ぜひここに来てるメンバーちょっとシェアしてもらえたらなと思うんですね。で、僕もそれを知りたいんですよ。で、そのどういうことが得られるんだったらその任務をやろうという気になるのかっていうのは、結構いろんな立場によっていろいろあると思うんですけど、それをここに今いらっしゃる人数分だけ割と多くのバリエーションが来るんじゃないかなと思ってですね、まあ、そんな話を。あ、達山さん来ました。おー、はい、おー、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。どこに来たんですか。あ、ここだ。はい、じゃあこちらです。はい、おお、これは今日の資料ですね。おお、はい、まあ、そんな感じでですね、じゃあちょっと達郎さん来たんでもう一回やりますけど、はい、災害バスターズにご入会ありがとうございます。いい、はい、資格がございまして、はい、資格はですね、僕と友達になってくれれば全然ですけど、マブダチですので大丈夫です。で、任務があります。立山さん、はい、立山さんはね、でもすでに毎日任務をこなされていらっしゃる方なんで、ちょっと意味合い違ってくると思うんですけど、まあ、その話もちょっと他の方と立場によって違うと思うんで、まあ、それを任務がこうそれぞれの立場によってこうどれぐらいバリエーションがあるのかっていうのをですね、まあ、今日ちょっとみんなでシェアできたなと。で、まあ、報酬っていうのはお金の話じゃなくてですね、任務を達成すると、まあ、どういう達成感とか、あるいはその、まあ、こういうモチベーションでやってるとかですね、こうなったらすげえ嬉しいなって思うからやっぱりまたやってしまうみたいな、なんかそういうのがこう自然な方がですね、なんていうかやらされ感があると絶対続かないと思うんで、自然に気づいたらやっちゃうぐらいのことの方が僕はいいかなと。で、まあ、それが何なのかっていうのはですね、実は結構無意識でやってる場合もあると思うんで、なんかそれを言葉にする機会として今日ちょっと使ってもらったかなと思ってます。で、僕はですね、まあ、ちょっと最初に僕の自己紹介した後に皆さんちょっと初めて同士の方もいらっしゃると思うんで、皆さん同士でも
あのちょっとテーブルの中でとりあえずちょっと自己紹介してもらう時間を、まあ後でちょっと数分取りたいと思うんですけど、まあ、ちょっと最初に僕が、ね、何者なのとそのいう話をちょっとしたいなと。でまあ、災害っていう言葉をね、実はあの僕気象学者、まあ、気象の研究をやってる人間なんですけど、実はその、まあ、近いようでいてそんなに災害のことを意識ちゃんとしたのか最近なんですよ。実は最近なんですよ。でそれはその研究ばっかりやってたんです。研究ばっかりやってて、そんなにまあだから災害は、まあ、自分のために情報は取りますけど、その誰かのために伝えるようなことをしたかっていうと、まあ、したことないですし、そんなにだから災害って意識をいつも持ってる、生きてるわけじゃないというのがあって、でもまあある日変わったのがこのきっかけなんですね。NHK のですね、あの学ぼう防災っていう、まあ、子ども向けの防災教育番組で、まあ、10分ぐらい非常に短い番組なんですけど、まあ、それに呼んでいただいてですね、まあ、ちょっと出させてもらったんですよ。でまあそれも、まあ、あのさっき松本さんがちょっと紹介してくださった本がきっかけでですね、まあ、自分はもともと梅雨の研究してて、まああんまり梅雨のことをよっぽど知りたい人が何人もいるっていうのは、まあ、結構マニアックな研究なんですけど、これをテレビ局のプロデューサーの NHK のプロデューサーの方が結構面白がってくださったところで、台風の防災の番組にちょっと出てくれないかって話になったって、まあ、だからどう起こるか分かんないもんだなっていう話なんですけど、まあ、こっからあの、まあ番組が防災なんで、それでちょっと防災ってことを自分初めて意識的になったと。で、まあ、どういう番組かはですね、去年から何回も再放送されて、まあ、今度 DVD も出るらしいんですけど、ウェブでも見れますんで、ちょっと検索していただいてですね、まあ、台風シーズンですし、ちょっと10分ですんで、ぜひ見てください。で、まあ、子ども向けですけど、案外ですね、子供向けにこう子供集めてやるんですけど、子供にクイズ出したり予報円のクイズ出したりすると、後ろで親がですね、って言ってるんですよそうなんみたいなことを言ってるんですよね。で結構予報円のこととかですね、割と単純なことを大人も7割8割知らないっていうのがですね、僕もちょっと自分で初めて気づいたりしたりですけど、まあ、こんな番組です。こんな感じですね。これが出せる実験施設でビデオ撮ってきたから、それちょっと今からね、見てもらおうかな。人生史上これがですね、これは初めて実験をした瞬間なんですけど、そこにやってきたのはすべきが生えた小学生まあここまで汚れ出せたらどうかな。まあ、でこの番組でやったのは、まあ、風風速メートルで言ってるとあまりピンとこないですけど、何が飛ぶのかっていう話なんですね。さあ風スタート。8メートルになったら何が飛ぶかちょっと考えながら聞いてください。10メートルになったら次何が飛ぶか、10メートルになると、まあ、こういうプラスチック系のものなんですね。こういうのが動きやすい。13メートルになるのは、まあ、僕も痛々しいですけど、本当にちょっとやってる方も痛くなる。でこれ結構頑丈な傘なんですけど、まあ、17メートルだけでもちょっとさすがに耐えられない。まあ、しょぼい傘はいっぱいあるんで、それだともう10メートルぐらいだとよく折ったり してると思いますけど、まあ、この数字と何が起こるかをなかなか対応づけてるっていう機会がないと思うんですね。でまあこれ番組の中では5メートルから始めて10メートル、まあその子供たちに扇風機の前をこう通ってもらったりとかですね、まあ、いろいろやってもらって、まあ、体感して数字を理解するみたいなことをやったんですけど、まあ、ちょっとこの 10分かける日本シリーズなんで、ぜひですね見ていただけたらと。まあ、ここで初めて僕は災害を意識したんですよ。これ起こるんだって大変だなと。その大変なの分かってるんですけど、実体験でこう人に伝えようとした時に初めて理解するんですよ。それでその時思ったのが、その人に誰かその今まで伝えたことのない人に
あえてアウトプットしようとしたその負荷を自分にかけた時にやっと理解できるんですよ。その分かったつもりだったのが分かります。なんかそのまあ今日もそうなんですけど、今日初めてお会いしますよね。でどういうお仕事されてるか僕も全然分からない人ばっかりなんですけど、でもそういう人にあえてその集まっていただいて伝えようとするときに初めてちょっとあまあだからこういうこと言ったりするみたいなのが自分に落ちるんですけど、多分皆さんも多分そうなんですよね。あのそれなりに意識、災害っていうものに対して意識ある人だからここに来てくださったと思うんですけど、ちょっと初めて会う人に伝えようとしたときに一歩進めるというか、それをぜひ今日もちょっとこれからやってもらえたらなと思って。でもう一つはですね、全然路線が違うんですけど、あのニコニコ超会議、ニコニコ動画って見てる人いますか？あんまりいないかな。ニコニコ動画って僕を見てくれた人いますか？あっさりですか？幕張メッセで10万人ぐらい来るとてつもないイベントがあるんですけど、ニコニコ超会議ってですね、まあ、ニコニコ動画のユーザーがリアルに会うっていうのがあるんです。で、まあ、いろんなブースがあって、まあ、あの政治家も来るし、アニメ好きの人も来るし、なんかいろんなブースがあるんですよ。でそこにニコニコ学会って言ってですね、その何ですかね、サイエンスっぽい話をこうみんなで話すんですけど、ニコニコユーザー向けなんですよっていうイベントがあってですね、まあ、そこに呼んでいただいた機会がありまして、でもこれもちょっとぜひ見ていただきたいんですけど、僕が喋ったんですね、気象っていうのは何なんだって言われたら、僕空で放映中の連ドラだって答えるんですよ。で天気予報は何なんだって答えだとみんな思ってるんですけど、答えだと思うと外れだとか当たりだとかってつまんない話になっちゃうんですけど、それじゃなくて連ドラの次回予告だと思ってワクワクして楽しみに待ってればいいんじゃないかっていうような、まあ、そういう価値観を、まあ、披露するっていう場合だったんですけど、まあ、こんな感じです。まあ、ちょっと言ってないで、気象学って、まあ、一般的に言うと、まあ、そもそも天気予報を支える学問ですよっていうところはあると思うんですけど、天気予報って皆さん普段どんなふうに見てらっしゃいますかね。明日の天気を8割当ててしまえるっていうのは、まあ、ある意味すごい技術ですし、この、まあ、ちょっと前の人から見ればもうすごい魔術みたいなものだと思うんですよ。はい、でもこの魔術を使いこなくてねえんじゃねえかっていうのが、ね、僕の実感なんですよ。それを使うには、こう思ってるうちは使えないんじゃないかと。当たり外れっていう話で振り回されるから。むしろ、僕が言いたいのは、レンドラの時間予告みたいなもんだと思った方が、だとするとですよ。じゃあどんな鉄板のパターンの展開があるのかっていう話さえ分かってくるんですよね。で、それを科学的に理解できてる人は、天気予報が楽しいんですよ。見るのが。明日どんな展開なのかが自分でも分かるし、実際テレビで言ってる人もこういうイメージなんだろうなっていうのと一致するんで、なんかそれで共感できるんです。だからその好きなキャスターがいたりするとするじゃないですか。そうするとその人が好きなのは、まあ、見た目が綺麗だっていうのもあるかもしれないけど、それだけじゃなくてその人のこう見せてくれる次回のこう展開のセンスが自分の波長と合ったりなんかすると割と好きになるんじゃないかなっていう気がします、僕は。でまあ、この後も10分ぐらい続くんですけど、まあ、これも10分ぐらい短いやつなんで、ぜひYouTube で探して見てみてほしいんですけど、まあ、こんな感じの話があってですね。で、まあその、まあ、災害もその連ドラのうちのどっかのアクシデントとして起こるわけです。だからその何ですかね、鉄板のパターンはいくつか押さえてる人だったらアクシデントが急に起こりそうな感じの時ってピンとくるんですけど、だからいきなりその普段はのんびりやってても、あ、ここは情報を取るとこだってなったら能動的になれるんですよ。で、それがですね、自分で気づかないんですよね。その無意識でやってるの。結構詳しい人とも無意識なんですよ。だから、その普段あんまり意識してない人にどう伝えるかってなった時に、ここのギャップがすごい激しくてですね。なんかそこでこう今までなかなか伝わんないなっていうもどかしさをずっと僕は感じてたんだなっていうのを、まあ、ここで初めて気づいたというイベントですね。で、まあその勢いに乗ってですね、まあ、気象学会って、まあ、研究者の集まる学会なんですけど、そこでも一応一般公開と
名の付くですね、一般の人が入ってきてくださって、まあ、一緒に議論しましょうというシンポジウムを、まあ、大体やってるんですよ。やってるんですけど、なかなかそもそもですね、一般の人とどう会話していいのかわからない研究者がですね、一般公開シンポジウムをやっても何のためにやってるのかよくわからないシンポジウムになってしまうんですよね、往々にして。でこれは非常に僕にとってですね、まあ、研究者の方がやってることは僕からするともう素晴らしいことなんですよ。でも目の前で聞いてる一般の方が全く伝わってないのもよくわかるんですよね。でそうするとですね、じゃあそもそも気象学における科学コミュニケーションっていうのはどうあったら伝わるようになるのかっていうのはですね、これ学問別に考えてた方がいいと思うんですよね。科学コミュニケーションっていろいろこの世間で言われるようになってますけど、これが気象学においては何かそのどういうものをみんな求めていて、で、まあ、研究者はどういうネタを持っていて、でその間こうどういう変換をかけたら伝わるようになるか、まだアダプターがですね科学コミュニケーションだと思うんですけど、そこがなかなかですね見えてなかったんで、それこういうのどうですかねっていうのを3パターンぐらい作ってですね、まあ何かそんなイベントをやってみようっていうのがこの間のつい5月に僕がたまたま気象学館実行になったんで、まあ、そういうのもまあやりました。でこれはまあ400人ぐらいですね、会場入って200人が一般の方でした。ですごい盛り上がりましたでこれも YouTube に載ってますんで、俺がこうホラー吹いてないかどうかぜひ確かめてね、すばらどうでしたか。すごい盛り上がって、ね、全員喋ってたことは間違いない。多いというか、はい、もう僕も満員に近い。満員ではみ出して2階席に行ってしまったりとかですね。でそうするためには僕もいろいろ仕掛けをしましたけど、やっぱり来てくださったことの能動性をどうやって引き出すかっていうのが全てなんですよね。まあ企画者が頑張るのももちろんですけど、それ毎回頑張ってるわけですよ。それ当たり前ですけど、だけどそもそも参加されてる方は結構さ、もうその場所にわざわざ自分の足を動かしてですね、時間をわざわざかけて来てるっていう時点で結構能動性ある人なんですよ、じゃないですか。でも能動性のある人の能動性を会場で止めてしまうっていうのが今までのシンポジウムですよねそれをだから止めなきゃいいだけの話なんじゃないかっていうですね、まあそんな感じの僕としては今振り返るとそんなことだったのかな。でまあわざわざステージに、これ会場に来てくださった人にステージに立ってもらっていろいろやってもらったりとかですね、まあこれはこの人研究者なんですよ一番研究者らしくないのかこうしますけど、まあ、この人が研究者です、ね、わざわざこういう格好をしていろいろ仕掛けてくるわけですよ。それは全てはその研究者が上から目線で下にこれを教えてやるっていう、そういうステージにしちゃうと能動性を止めてしまうんですけど、まあ研究者がこう何て言うんですかね、対等な目線に降りるって言うんですね、降りるって言ったら変ですけど、対等な目線であることを最初からちゃんと保証するじゃないですけど、なんかそういう感じに最初から自然に保っておけば、まあ、ほっとくとみんな喋るんですね。なんかそういうイベントのあり方っていうのは、まあ、気象学だと特にですね、なんかみんな言いたいことあるんですよ、気象とか天気とか災害とかって話になると、専門だろうが専門じゃなかろうが結構言いたいことあってですね、なんか聞くと割と喋ってくれるんですよね。なんかそんな話が、まあ、こんな3つぐらいが僕にとってはちょっときっかけで、でまあ災害っていう話がこういうイベントでもやっぱり出てくるんで、でまあ、今日たまたまこういう機会を松本さんにいただいたんですけど、ありがとうございます。ありがとうございます。で松本さんは多分ニコニコで動画を見てくださって、はい、こいつはなんだとこのわけのわかんない異常なテンションのこいつは何なんだっていうですね、まあ、なんかそんな感じのきっかけで声かけてくださったと思うんですけど、まあ、入り口は何だってよくてですね、まあ、結局その入った後は割とその飲み屋で飲んでれば割となんか小難しい話もできちゃうんですよねいやだからそのわざわざなんていうか堅苦しくしかも優しい言葉に直すのか、難しい話なんだけど飲み会のテンションなのかって言ったらこれどっちなんだっていう話なんです。僕結構飲み会のテンションだったら聞けんじゃねえのかっていうそんな気がしてきてですね。であんまりだからその飲み会って喋ること決めてないんですけど、
その時まあ一番喋りたいっていうエネルギーがこもったものを喋るじゃないですか。多分ですけど、乾杯ってやった後はなんかもうみんな好きなものを喋るじゃないですか。あの感じでなんかもうちょっとこれはって別に喋ったっていいんですよ。災害だからっつってあの飲んじゃいけないという決まりがないんで、でなんかまあそんな感じでですね、まあ、ちょっと今日もですね、まあ、災害バスターズのメンバーの皆さん、今何人いるのかな、16ぐらいですかね。で、今テーブルのとりあえず 3,4 人の中でいいのでちょっと自己紹介時間を取りたいんですけど、まずあのお名前もちろん言っていただいてですね、自分にとって災害とは何なんだろう、一番こう気になる災害っていうのはこれです、一つでいいです、あんまり3つも4つもなくてよくて一つでよくて、で、まあ、今日なぜここに来てくださったかっていうですね、まあ、ちょっとした理由なんかをつけてくださると、違っても面白いですし、あ一緒なんですねっていうのでも面白いかなと、で非常に些細な理由で結構ですねたまたまふらっと来ましたでも全然構いませんので、それをちょっと率直に言っていただけるとですね、僕はありがたいので、それは後で僕に教えていただければと思います。じゃあですね、今から今ちょうど、あと2分か3分ぐらいですね、まあ、8時かなっていうところなんで、じゃあ数分ちょっと時間がありますの でじゃあテーブルで自己紹介時間してください。初めまして。初めまして。どっちだったんですね。初めましてが多いですね。松本さんの、じゃあ、どうぞ。一番影響があるんです。
イベントのように今ね、ちょうど災害対策なんで、なので、この災害のテーブルの時に自己紹介しようって話になって、ほんでもって、災害の1回、最初の1回、彼の名前が、今、皆さん、どっちなんですか、今、ありがとうございます。ちょっと読んでみたら、聞い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 たら、いいですよ、いいよ、そんなことあるよ。なんかあるんですか？こちらの方が入れたいです。西川高校です。災害って言ったら、置いたかなって。あ、そうですね。地熱なんて。すごいさ、もうちょっと早く実際に行きたいなって。東京でも行くと揺れて結構怖いなと。なんか、でも、身近なのかな。そうそう、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 すごいしてて、対談とかも
個別に対談したりとか、自然、いろいろなんかシェアもしてくれたりとか、先生はすごいよく読んでくれたり、なんか落ち込んでた時も、全員友達なんですか、もうなんかもう落ち着いたりとか、なんか落ち着いていろいろあった時も、先生からコメントくれたりとか、元気もらったりとか、しゃべって、あと、自然災害ですけど、自然災害は、みんなが地震を経験紹介終わったらですね、お互いに。セカンドラウンドね。1時間50秒超えるぐらい。だってからじゃあ、まあ、とりあえずだけ、ここだけのやつの。何かしら起きます。わからないと。デザイナーですか。勉強兄さん。すげえ。RKB で。RKB って言われても共感って言われても結構役に立ちますね。あんまりキャラ倒れてないんですよ。もう20年以上やってるので、結構人気があるんですよ。イベントもやってる方が、災害で、災害に。プロのデザイナーになっちゃったよ。プロのデザイナーはどうして災害しますか。で、あとで教えてください。僕ら手助けができても最終的にその人ともできてこうやって作ってあげるようにそうなんですよ。もう自分でやってくださいって言わないとね。だから例えば体の不自由な方、そんなこと言ったら私は体が不自由で動けないって言うんだけど、私は体が不自由で動けないって言う人が起こりそうな時にはもうすぐに電話をかけないと助けますけど、それは一番詳しくないよね。一番詳しくないよね。確かに弱者としていますよね。でも、そこまでも年間前に決めてたらね、ちゃんとね、教育を受けて、自分たちが考えたら、主催者側が非難されるという、自分の人たちが自分の人たちが一人で、確かに思いますね、もう、その前に、それをね、実は、研究方法と、災害を受けたら、予測できないので、そういう。確かに予測できないんだけれども、やっぱ詰めるスライドから詰めるスライドを考えたいと思ったら、そういうことは考えたら、なんでなんとかしなって言われて、さあ、むちゃなって言ったら、経済が上手にされてて、どうなんですかね、そうだね、自然にそうですね、ちょこ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 レディーファーストでしょ。
素が高いので公共事業には使われるんですけど、あんまり実際のところに用されてないっていう、はい、もうちょっとやったらいや、もうちょっとやったら難しいですよね。いくつでしょ、解決するかな。はい、じゃあですね、数分と言いながら15分ぐらいちょっと喋っていただいたんですけど、割とね喋れるんですよね。それでこれ多分ほっとくと30分でも40分でもいけると思います。はい、で多分そのってことはですね、皆さんそれぞれ災害バスターズのサイエンスカフェを開催できるぐらい喋れるんですよね。だからあんまりその知識がうんぬんとかじゃなくて、自分にとってはって話になると意外といくらでも喋れるでしょっていうことがあると思うんですけど、で、まあ、せっかくいろいろ出てきたと思うんで、その各テーブルだけで閉じると思ったので、ちょっとテーブルの代表の人がですね、この他の全員にちょっとまとめてシェアしていただけると言いたいんですけど、じゃあどこから行くのかと、こちらから行きます。はい、はい、はい、じゃあお願いします。災害バスターズ A 班、よろしくお願いします。はい、ファイブステージの鳥と申します。はじめまして。はい、よろしくお願いします。はい、我々のテーブルは中尾さん、はい、旅法師をされていると、同じ会社の上司の後藤さんまあ話し合いまして、まあ、我々イベント会社をやってまして、どうしても雨や雪や台風で移動の際高速が止まったりだとか雪で通れなくなったりだとか、すごい毎日天気予報を見たりとかしてるんですけど、まあ、昨日もイベントで行ってきた時に朝は降水確率 60% だったのが当日現地に着くと 90% に跳ね上がってたんです、うんうん、でも雨 もちろんザーザー降りなんですけ なるほど、これ困ったぞと、はい、いうことになったことがあるんですけど、はい、まあ、そういった話を中尾さんに聞いてみると、うんうん、まあ、インターネットの予報の中に今日明日は、まあ、もうある程度確定してるので分かりやすいんですけど、うんうん、まあ、3日後は ABC とかのランクで、はあ、予報の角度が分かるっていうのを今日教えてもらったので、なるほど、まだその確からしさみたいなのは自信ないよみたいな。A ランクは一番信頼できる、うん、もう大丈夫だ、これ絶対大丈夫だわっていう、まあ、100% ないでしょうけど、ね、まあ、C になってくるとだいぶ怪しいんで、その都度チェックしてねっていう感じです。だからそういうのがちゃんとあるっていうのを知ってると、はい、だいぶ考えるよねっていう話だと思う。まあ、だから要するに災害ってるとやっぱり雨が一番気になるって話。いや、台風、雪です。雪です。雨はぶっちゃけ行けちゃう時もやる。なるほど、なるほど。雪はもうどうしようもない。なるほど。僕鳥取で12時間9号線に閉じ込まれることある。もうで目の前のコンビニがみんな襲っても何もなくなった状態。そういう気になるな体験で、その鳥取ねとか具体的に自分に出てくると非常にそのリアリティあって、やっぱそういうことと求められてるんだっていうのがすごい伝わるんですよね。そういうのいいと思うんです。あの時に情報を知ってれば止まったらよかったんですね。なるほど。無理に帰らずに、でも行けるだろうって言ってしまったら、はい、なるほど、日本海側に届けられて、なるほど、その体験を ぜひシェアしてください。ここだけじゃもったいないので、もっと準備してください。とかもあります、はい、あとはちょっと途中で終わっちゃったんですけど、はい、ひまわりとアメダスの差もちょっと聞けなかったんで、うん、ああなるほど、雲画像っていうのと実際雨はどれぐらいっていうのと違うんですか。なんか地上観測と衛星観測の差も私は素人なんで、なるほど。天気予報って何を元にしてできているのって話を今さっきしようとしてて、まあ、それでまずさっきアメダスって知ってますかなっていう話、まあ、それをちょっとしようか。パッと見で見せてくれたんですね。見せてくれましたね。ちょっと災害勉強したと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、じゃあ次はじゃあ奥行きましょう。クリスさんですね。デザイナーですよ。いや
車両通です。あ、こんばんは。クリスと申します。クリス、ま、ぜひ前来てください。はい。めちゃめちゃかっこいいんで。見てください。こうクリスさんのオリジナルデザインです。おお。すごい。はい。あ、こんばんは。こんばんは。はい。よろしくお願いします。まあそこでみんな、まあ、やっぱり自己紹介しててちょっとみんな自分の仕事をちょっと話して消防車さんとシステムエンジニアと NHK でだったらごめんなさい忘れちゃった、はい、NHK ですか。あ、そう。災害に関してちょっと細かくあまり話しなかったんですけど、まあ個人のことを言う、ちょっと失礼な個人のことを言うんですけど、僕は南米のチリから来て、まあ、先に言ったら僕はデザインなんですけど、ちょっとそれは災害とあまり関係がなくて、しかし、チリと日本はまあ全然関係がない文化とか社会全く何でも何も関係がないんですけど、一つことがある災害は私にとって災害としてつながっているだと思います。チリと日本の大きな地震があって、津波は、それも確かに、そしたらその災害のことを聞いたら、ああ、やっぱりそれ日本とチリ、そんなことだけでつながってるんですから、地震っていうのはものすごく大きな共通の、だからちょっと日本に地震があれば、まあ絶対津波、チリで津波になる、逆とはない、チリで地震があれば日本にやっぱりちょっと津波の影響があるんですけど、だから興味があって、なるほど、あのクリスさんにはぜひですね、津波っていうものを僕らがどういう行動を取ったらいいかっていうのをデザインでどうやったらいいんですか。でもデザインの力ってそのそういう文化を超えれるし、言葉も超えれますよね。なんかぜひね、ちょっとむちゃくちゃ分かるんですけど、まあでも、まあ、先に言った僕はあそこでちょっと話したデザインなんですけど、僕はデザインあまりやらないんです。あ、そうなんですか。ずっと研究やってて、もうちょっと心理学部関係がある、人間の行動にのこと、それもっと大事だわ、行動心理ですか。デザインビジュアルのことあまり何もやらない、ゼモはまあ、そんなことやるはずなんですけど、はい、ちょっと離れた。なるほど、行動心理も興味あります。ありがとうございます。ありがとうございます。いいですね、なんか、はい、じゃあこっち行きましょうか。はい、あ、すごいな、はい、やっと会えたよ、やっと会いました、先生、はい、やっと会えました。初対面ちょうど会うのは初めてだけど、Facebook でずっと喋ってる、はい、初めまして、初めまして、たくさん知ってた Facebook でフォロワーから、あと加藤修さんって方の関係でつながっている方です、はいはい。皆さんと、私は途中から来たんですけれども、皆さんのまとめで言うと、災害については、予測できないものだったり、切っても切り離せないものだったり、あと人が自分の力で乗り越えなくてはいけない、守ってもらうとかじゃなくのはやっぱり自分だから、その例えば弱者の方でもいらっしゃるけど、やっぱ そのためにはどうするかっていうのを考えていくって話っていうのと、私自身もそのやっぱ地震経験、福岡西方沖地震を高校1年生になる前に経験しているので、もうその時はもう放心状態で、全部なんか朝起きて5分後に倒れて、観葉植物倒れる、本はバーンって倒れる、で母親はパニックを起こして電話をしてたりとか、父親は単身赴任でいなくて、で妹が全部やってくれてて、私は放心状態、もう妹はなんか友達とか他の近所の人でどうみたいな感じで、で祖母も行ったんですけど、祖母もなんか冷静な感じで、母親もずっと泣いてばっかり、だから自然の地震のことをこう、地震ってやっぱ本当にやっぱ急に来るものだから、はい、自分の中ではなんか、逆らわないかなって感じてます。あ、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。いや、災害って言った時に結構地震多いですね、やっぱりね、はい、で、僕はその地震学者じゃないし、地震の災害をずっとやってきたわけでもないので、具体的にどうって答えられるわけじゃないですけど、少なくとも今前に出て人に話そうってした時に、その能動性は結構大きいと思うんですよね、でそうでもしないと意外とその過去の話になって古ぼけていって、でだから忘れた頃の天才になっちゃうわけじゃないですか。でも忘れないでずっと続けるためには、じゃあ何したらいいんだって話だと思うんだけど、
そのどの災害もそうなんですけど、じゃあその意図的に能動的に何をこう積み上げていくかっていうところを、まあちょっとこの後の、まあだから自分がこれからどういうことを任務にしていくかっていうことにつながっていくかなと思うんですけど、はい、ありがとうございます。じゃあ最後、そう、あ、そうか、そうか、はい、はい、こんばんは、そばと申します。そばと申します。一緒にテーブルになった大久保さんと矢角さんという方、ものすごく災害に詳しくてですね、私は今日災害というテーマを突きつけられてきたのにもかかわらず何も災害のことを考えてきてなかったというのが実はあったんですけど、まあ、地震、台風、津波、まあ大雨みたいな話あって、はいはい、で私はまあイベント関係の、まあ、航空会社なんですけど、イベント関係の仕事をしてるので、やっぱり台風っていうのが一番直近で分かりやすいかなというところで意識をしてたんですけど、まあ、言われてみたら地震も、まあ、僕はあまり意識してなかったんですけど、地震も非常に九州も多いし、大雨がちょっと降ったら道路が止まったりだとか、水が溢れたりだとかって言われてみると、あ、そうかって、実はさっきおっしゃった忘れてしまう災害を忘れてた人だなと実は痛感しまして、じゃあ逆にその災害をそのバスターって一体どうやってそんなことができるのかなっていうのをやっとこう今ディスカッションしながら少しと興味が湧いてきたので、今日はよろしくお願いします。素晴らしいですね、はい、ありがとうございます。いや、まあ、バスターズってちょっと大風呂敷なんですけどね、絶対よくわからない敵に向かって絶対やっつけるみたいなのって、まあ、正直無理なんですけど、まずは相手が何なのか自分で知らないことにはやっつけようがないって話ですよね。はい、で、ソーガルさんは普段意識されてないのになんとなくここに来てくださったっていうのは、これ結構すごいことだと思うんですよ。で僕は正直そういう人がサイエンスカフェでそれに気づくって、サイエンスカフェってものすごい価値じゃないかなと思うんですけど、まあ、だから普段例えばもう立山さんとか中尾さんとかプロの方はめちゃめちゃ気にされてますよ。でどう伝えるかみたいなことをもう毎日考えてますから。で、まあ、そういう人がさらに深く考えるというのはもちろんこういうイベントの価値だと思うんですけど、もっと言ったらそのこっち側の立場からすれば、普段意識しない人がどうやったら意識するんだろうっていうことをめちゃくちゃ悩みませんかっていうことなんですけど、そこですよね。はい、で、まあ、そんなことをですね、そういうメンバーも混ざってる機会だからこそですね、まあ、今日だけの価値があるんじゃないかなって僕も今ちょっと思ってるんですけど、なのでそれによってだからどういう方がいるかによって任務って変わると思うんですけど、だからプロフェッショナルにとっての任務と、ソガルさんみたいに、あ、今初めて気づいたので意識することがまず任務だったりするわけじゃないですか。でもそれすげえ大事だと思うんですよ。やっつける最後のこうとどめを刺す人じゃなくてもよくて、まず見つける人がいたって言うんですよ。まずあいついたぞと叫ぶ役割がいなきゃいけないんですよ。で火を消すのは最後消防士さんかもしれないけど、火を見つける人がいないといけないですよね。で呼びに行く人がいなくちゃいけなくて、電話かける人がいなくちゃいけなくてとかっていうのは、やっぱ全部自分でやらなくても実はいいんじゃないかなと。で自分にとってはこれできんじゃないかなっていう任務が見つかれば、もうすげえ簡単なことでもいいんじゃないかなと。でそれが今20人ぐらいですけど、それが100になって1000になって2000年になったら割と いける地域になると思いますよと、まあそんな話になったらいいなっていうことなんですよね。でまあまあ、少なくともですね、僕は普段ですね、おー、なおちゃんありがとうございます。はい、じゃあせっかくなんでここかな。はい、山口奈美さん、スーちゃんと僕の共通の知り合いなんですけど、今はですね、ちょっと自分にとっての災害は何かと、で人によって全然違うんだという、まあ、話で、まあ、自分にとってのをまず決めてください。で
初めて意識したっていう人もいらっしゃいますし、もともと意識したのを改めてここで披露したっていう方もいらっしゃるんですけど、まあ、地震があったり、まあ、雪があったり、それ自分にとってのっていうのは結構違うので、それによってじゃあ次どうするんだ、バスターズなんでやっつけなきゃいけないわけですけど、やっつけるために何するんだっていう話を今ちょっと してます。で、僕はですね、あんまり自分でやってて思うんですけど、バスターズとしてですね、僕が勝手にバスターズと名乗り出したのはつい数日前ですけど、ね、やっつけるぞと意気込んだところでいきなり大層なことできないんですよね。で、最低これできるんだろうと思うことを僕がやればいいんじゃないかなと。で、自然に毎日できることだったら、まあ、いつかちょっと次のステップいけんじゃねえかなっていう時にステップしてみればいいし、飽きてこっちにしようかなと気まぐれで変えたっていいし、でもなんかちょっと忘れない工夫をすればいいんじゃないかなと。で、自分が忘れないためには人に伝えるっていうことを意図的にやるんですね。で、絶対その予報士の方とかキャスターの方とか絶対忘れないわけですよ、だって毎日やってるから。でも僕はキャスターじゃないんですけど、収集して伝達して価値を提供するっていう行動を何回やるんですよ、ちっちゃくてもいいから。相手が一人でもいいし、もしかしたら見てなくたっていいんじゃないかっていうぐらい見てなくたってやったことが大事ですから。で、そうするとですね、これ毎日やってるとこれ結構いくつかのステップを踏むことが分かるんですよ。で、僕はなんていうのかね、最近で行く場合は御嶽が噴火したりとか、でちょっと前で行けば広島で土砂災害があって、それで、まあ、もっと前で行くと東日本の震災のこともまだ忘れてる人はいないと思うんですけど、まあ、もうこれだけ増えてくると、まず問題に気づくっていう話が毎日ちょいちょいやってればですね、結構そのなんていうのかな、漠然としたものがちょっとずつ細かい問題、具体的な問題、この人がこうだったんだっていうことがちょいちょい出てくるんですよね。で、これ気づくのがまず第一歩なんですよ。で、その次に気づいた後に向き合うかどうか、これ別で、これ実はステップなんですよね。向き合わないでスルーしてしまうのが大抵の場合だと思うんです。で、気づいた問題の100個のうちの、まあ、90個ぐらいスルーします。で、10個も向き合えたら結構いい方だと思うんですね。でも僕はそれでもいいと思う。10個も向き合えればよくないですか。でも100個も、まあ、そのためには100個仕入れるんですよ。で、10個だと1個になっちゃうわけですよね。だから結構その入り口の母数をスルーしていいから、90スルーでいいから増やしていくっていうのはどうかなと僕は思う。で、まあ、その後ですね、ちょっと例えば詳しい話って話になった時に、そのまあ何かの資料を探したりとか、例えばテレビで言えばあのキャスターの人はちゃんとしっかり話してる番組をあれだなと思って聞くとか、まあ、NHK スペシャルでずっと今度あれをやるんだとか、ね、なんか5分でいいからちょっと見てみたらいいんじゃないかなと。で、この入り口で普通に決まらない方がいいんじゃないかなと。しっかり全部 100% 分かろうとするとこれ挫折するんですよ。分かります。これね、まあ、9せっかく90捨てて10残って、で、その10大事なんで大事にしたいんで結構頑張ろうとしちゃうんですけど、これ続かないんで10のうちの5残ればいいかなって僕は思います。5分聞けるっていうのがね、5個残れば俺まだいいと思いますよ。それでその後ですね、例えばそのサイエンスカフェがあるんだととかですよ、まあ、今日はそんな具体的なことっていうテーマじゃないんですけど、自分が気になった問題で5分聞いてみた、で、それをさらに1時間こうたっぷり聞けるライブがあそこにあると。で、それ見つけれるんですよ。5分間聞いてちょっと意識に入ったら見つけれるんですよ。で、1個でいいと思うんですよ。これに行くのは5個のうちの5個全部ライブに行ったら、まあ、行きたい気持ちも本当はあるのかもしれないですけど、まあ、持たないんですよ。正直なところ全部行けないんですよ。僕も学会とか先日まで学会があってですね、気象学会とかあって3日間あって、まあ、400件ぐらい研究発表があるんです。で、まあ長年行ってるんである程度その分かるのは分かるんですけど、そのうちの9割スルーしてるんですね。で、まともに
オールインして聞けるっていうのはもう本当ね数件なんですよ。超わかない。で辰山さんもあのキャスターですけど、まあ、研究発表わざわざ聞きに来てくださって、でわかんないですよ。そんなもんなんです。でもあの人の話ってそんなもんじゃねえかなと思うんですよね。だけどじゃあ無駄かって言ったら無駄じゃないんですよ。90だけどスルーされたけど90ちゃんとなんていうのかこう触れたっていうのは結構糧になってて、この最後の1個の1時間のライブを最高なものにするためにはこの9もともとの90がいるんですよ。で10個のあの10個のうちの5個をまあ捨てるわけですけど、捨てられた5個もじゃあここに聞いてくんですよ。なんとなくそれ気になったな、あれ実は聞いてたなっていうのがあるから、ここの1時間のライブがすげえ感動的になったりするんですよね。これ結構ねあの挫折しないためにはこのなんていうかステップが結構大事なんじゃないかなと。でそうしたらですね、1個見つけたらもうこれいけると思うんです。もう絶対その、まあ、感動するぐらいなわけですから。であの普通の人が聞いたらまあ普通のライブだったかもしれないですけど、例えばあの自分にとってはもう90捨てられたものと5個捨てられたものといろいろこう積もり積もってこの1個にたどり着いてるので、もう感動が自分にとってだけ半端ないものになるんです。で自分で感動を作り出すんですよ。だから相手が素晴らしいのももしかしたらあるかもしれないですけど、相手だけに頼るんじゃなくて自分で自分の中の感動をこうちょっと盛り上げるっていうのは結構そういうので成り立つんだよ。ちょっと繰り返せるんだよな。なんであのアーティスト好きなのかなっていうのはよくわかんない人、好きな人いたりしませんか、なんか友達で。なんであいつそのバンド好きなのとか。別にね、上手い歌じゃなかったりするんですよね。自分にとってのストーリーがあるんだと思うんですよ。そうするとハマるっていう。そうすると、まあ、あの染み込むんで、これね、あの、自分の好きなアーティストの歌は空で言えるはずなんですよ。違いますかね。あの、歌詞見なくても歌えるみたいな。あと、まあ、街中でスーッとチラッと流れてるだけでピッと気づくみたいな、それがなってくるんですよね。でこうなったらもう、あ、その人はそのことについてはもう理解してるんですよ。でもここで初めて理解だと思うんですけど、これ1個あったら十分なんじゃないかなと。でこの覚悟が1つできると、あの自分がアウトプットするものっていうのは全然なんていうか、そのあこの人本当に伝えたいんだなっていう感じになってくるんじゃないかなと。上手い下手じゃなくて、そうすると、まあ、脳内をどんだけ自分の頭の中をこう24時間あるわけですけど、まあ、寝てる時以外どれくらいの時間脳内を占有してるかっていうね、まあ、そんな話に。で、まあ、そうするとちょっと忘れた頃にやってくる天才じゃなくて、これについてだけはあのいつだって参加 OK、 特に意識してなくても、まあ、落ち着いて行動できるっていうことは一つできると思うんです。でこれかな、ここに1個いけるかな、どうかなっていうその出発点がやっぱり僕は何でもいいから1つ決めて、まあ、収集すると。で、まあ、途中で嫌になったらやめちゃえばいいんですよ。でも気になって続けちゃうものがどっか出てくるんじゃないかな。で伝達するっていうのを何かの小さいアクションでいいからやるっていうことをやると、まあ、それはその金銭のやり取りなくてもですね、価値の提供じゃないですか。誰かからもらって知らなかったはずの人に渡すと、これ価値の提供だと思うんですよ。これをやると喜んでくれるっていう、まあ、レスポンスがひょっとすると返ってくるかもしれないですけど、そうすると結構癖になってきてですね、割とその苦じゃなくなる、これ挫折しにくくなるんですね。でまあちょっとあの、まあ、さっきですね、それぞれ自分にとっての災害はもう一回思い出していただきたいんですけど、地震だとか雪だとか、まあ、具体的にね、福岡の西方沖地震だとかって、まあ、具体的なのを思い浮かべばそれ一番いいんですけど、まあ、自分にとっての災害はまず一つ一番核になってて、で人から聞いたものを核にしちゃうと本当はそれやりたくないって話になっちゃうんで、まず自分にとっての災害はを決めてですね、でその次にじゃああなたしかできないことは何だと、これなんですよ。あなたしかできない行動だっていう、ここがミッションになると思うんですけど、はい、これはね、あのちょっとね、もう一回、まああとまだ時間ありますよね。9時までしたっけ、はい、
これをちょっと最後までもう一回やってみようかなと思うんですよね。その今の班でやってみようかなと、まあ、もう一回改めてですね、自分にとっての災害はこれだっていうのをさっきシェアしましたけど、それに対して今度は、まあ、任務としてですね、自分にとって自然な任務として、これだったら自分には自然にできると、こういうことできるんじゃないかなと。で、今までやってたこととはちょっと違うことです。あの、毎日仕事してこれやってるってズルだからね。ズルなんで、まあ、それじゃないけど、ちょっと変える、ちょっと変えて、この一歩も実はできるんじゃないかなというのをちょっとね、今からもう一回考えていただけたらなと思います。じゃあですね、また5分ぐらい取りますんで。はい、5分で済まないと思いますが、ちょっと今度バツッと聞きますので、あれ、あの、はい、じゃあちょっと喋ってみてください。はい、できるモードは絶対できないんですよ。しかもしれない。災害はまあ全然できない。相当でも自分にとっての災害一つになるっていうね。でもそれから例えば今現役とか経験的な感じで上司とイメージしか少ないから。ゲーセンにおったら急になんか夜でああってなったとか、多分その人自身はなんか冷静だったんだけど、そういうことが多分なんか気持ちパニックになると気持ちが良くなると、あとは獣医さん動物病院に行った時になんか猫を連れて行った時にバランって出たとか、そういう視野はしまくりましたよ。次はすぐになるじゃない人ゲーセンの可能性を解消するには、原因が分かったら少しは必要だと思っていて、原因が分かったら対応もないと準備できると思うんですけど、ごめんなさい、地震関連だと例えば原因が分からないと困るって、新潟でやったら注意で、まあ、で、やっぱりあの、特に都市担当とか、結構、名前を合わせて、ちょうど
なぜこうなるかとか特に考えないほうがいいんじゃないかなって。大事だよ。だからエンジンつけっぱなしにさ、タイムが全員作業してきてさ、で窒息してしまうとか、そういうこともあるから、あとは、どういう要領にどういうふうに対応したらいいかっていうのを、皆さんも調べれる。で、絶対不幸かとか詳しいんだけど、もっと言ったら、君が言った方が、あとは、どういうのが防御傾向で、どういうのが防御傾向で、そういう基準というのを、どう決まりそうかというのを。はい、じゃあですね、ちょっと短くしていきましょう。今度は本当に混んでいきましょう。はい、ちょっと短かったと思うんですけど、あの無理やりなんとか喋ってください。じゃあ、今度は後ろからいきましょうか。後ろの、さっきの相原班、川から入ってます。専門家が後から来てるぞ。こんな林さん、林さんします。じゃあ林さんも来てください。そう、林さん、めちゃめちゃ一応評価されてるけどね、慣れてない人も引っ張り出そうとしてるから。それが新鮮で林さん、はい、まだ流れが分からないでしょ。いやいや、災害の時はこんなもんじゃないですか。テンパーです。テンパーではないんですけど、よく分かってないし。よく分かんない。まあ、本当 30% も話してないんですけど、途中で。で、話してる中では、矢壁さんの、はい、コメントが一番まとまりがあったかなと思うんですが、この災害に対して何かを対策を打つ。っていうところにはやはりボランティアでその現地へ行って、はい、でその復旧作業に、はい、ただそのボランティアといっても、うん、内部統制が取れてなければ、うん、ただの足手まといになってしまう、うんうん、だからそういった部分を統制することで、うん、まあ、質のいいボランティア活動ができるみたいなとか、うん、そうするとその復興にも効率よく、はい、手が回るので、はい、まあ、そういったシステム作りといったのが、はい、災害を守るというところでは感じになっているなと。なるほど。あ、それも仕事にされてる。NPO 法人で災害ボランティアの、はい、ことをやってらっしゃるんですね。それはすごいですね。普段でもそういうことされてるんですか。いや、全然関係ありません。あ、違うんですか。それでもそういうこと考える。ただ昔ボイスカートやってたんで、で辰山さんとは実は小学校の 3,4 年生の時に月2回は会ってるはずなんです。マジで？でも知らないでしょ。いや、え？矢壁です。あ、どうも、お久しぶりです。すげえ、すげえ、春になる螺旋状の林さん自身にとっては自分しかできないのなんか思ってますか。自分しかできないところですか。ちっちゃくていいんで、これはできないんだよ。物によると思うんですね。さっき僕も途中参加させてもらったんですけども、うん、いや自分にとっての災害ってのはどう、何かなってなった時に、僕はよく飛行機に乗るので、やはり風っていう部分が一番ネックになってます。はいはいはい。でもここのところに関しては守るには守れないなと、うん、ただやはり見るものとしてはそういう天気予報だったり、そういう天気予報の中でも風が一番気になるんですか。風、まあそうですね、飛行機飛ぶか飛ばないかっていうところにもなってくるので、飛ぶか飛ばないか、特に雨雪は台風にとってはあまりそう重要性がないなと。でもそこには普通の人はちょっと詳しくなるんですか。まあ、詳しいっていうんですかね、飛行機のノウハウは詳しくありますけど。なるほど、はい、それをちょっと誰かに
伝えるぐらいだったら、そうですね、まずは1個目としては、はい、まあ、有効な情報提供っていう形が一つになってくる。なるほど、はい、ありがとうございます。今度教えてくださいね。はい、もう明日帰りますけど。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。はい、じゃあ次はクリスさんは。NHK 天下です。あ、山下さんです。してるだけです。NHK と契約して出してもらっただけなんです。ああ、そうなんですか。してるだけです。じゃあ、松尾と申します。はい、よろしくお願いします。僕らの、まあそこのテーブルで、話になったのは、まあ、災害が、まあ、起こるときっていうのは、こう、まあ、人、まあ、一般の方とかは、どういうことが起こるかわからないから、まあ、不安になるんじゃないかと思うんですね。まあ、その不安をちょっと解消させるために、やっぱりちょっとそう、こう、どういったことが起こるのかっていうのを想像させてあげるっていうことが、まあ、大事なんじゃないか。なるほど。死なないよと。こうしていれば。そうですね。注意点とか。で、まあ、そういった不安を、まあ、解消させるためには、こう原因とかをちょっとこう、ある程度みんなで知識を共有させて、で、まあ、原因を分かってたらこうある程度準備ができるんではないかというふうな話に回るんですね。心理じゃないですけど。そうですね。不安を解消する心理にちゃんとケアするみたいな話は思いつくことがある。これちょっと喋れることあるなっていうのはあります。いや、ないです。でも、まあ、やろうとするのがまず第一歩だと思うんですけどね。はい、なるほど。少しですね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ、次の質問。はい、ありがとうございます。宮崎さん。はい、どうも、宮坂です。宮坂さん。はい、宮坂です。私たちの班で話し合ったことが、できる行動は、まず普通の会話の中で、例えばあの時台風ひどかっただったり、そういう災害のことを思い出す、そういう会話を振るっていうことが大事やなって。例えば福岡の西方沖地震だったら、その時何やってたかとか、その後どういうことやってたかだったり、あとこれは私事なんですけど、大学が石川県北陸の方だったんで、ね、すごい雪が多いんですよ。なので例えば福岡みたいに普段雪が降らない地域だと、雪降った時にすぐ交通とか止まるんですけども、その際に例えば北陸だったら北陸でやってたこと、例えばはい、エンジンをかけっぱなしにしない、それで窒息するのを防ぐみたいな、そういうこう雪だったら雪国ならではの知恵を生かせる、そういうことを会話の中で言ってシェアしていくのがいいかなって思いました。以上です。素晴らしいですね。素晴らしい、ありがとうございます。会話に振るだけだったらただですよね。うん、ですね。お金かかんないですかね。できるのに実はでも意外としてなかったっていうことかもしれないですね。そう、だからぜひ増やしてください。はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい。じゃあ最後、じゃあですね。まあ、せっかくなんで、はい。なんかあんまり、ちょっと途中からなんですけど、はい。あ、山口直美さんです。まとまってないんですけど、全然まとまってないんですけど、私の家が唐津って言って、原発がすぐある場所に住んでて、で川、家の目の前がドブって分かりますか？ドブって方言じゃないでしょ。ドブって方言じゃないでしょ。ドブがあって、ですぐ家の近くに海と川があるんですよね。で、雨が瞬間的にブワーッと降ると、もう家の前のドブが一気に水かさが上がって、道とドブの境目がもうなんか分かんなくて、で、田んぼも本当に一面になんかもう湖ができるようになっちゃうんですよね。土地が低い、土地が低い、私が住んでるところが土地が低いので、本当に一瞬でそんな風になっちゃって、で、まあ、ギリギリいつもこう大雨が降った時も家までは侵入しないんですけど、
やっぱりいつも侵入し今日はするんじゃないかっていうのなんか台風が来たりとか大雨が来た時にいつも心配をお母さんとするんですよね。 なので侵入はそういう雨ですね。雨が一番気になる。雨と雨で、うんうん、なかったから対処法としては、うん、家を、うん、あの例えば式倉庫みたいに開けて一番理屈的にはいいんですけど、うん、それはできないので、うん、どうしたらいいのかなっていうでも初めて自分の中で疑問が湧きました。なるほど。あ、まず疑問に持ったっていうところから、ね、っていうところから今始まりました、はいはい、まあだから今日答え出なくてもいいと思うんですよ僕は。あの今日来てあ分かったで終わってしまうのが一番いけないと思うんで今日なんか気づいてそれをなんか悶々とずっと考えてるっていうそのきっかけに今日がなれば僕はいいと思うんですよね。あの答えが今日出なくてもいいと思うんですけど、はいはい、なんかあこれかなっていうのがあったらぜひ教えてください。はい、はい、ありがとうございました。これこういう聞き方すると答えを言おうとしてしまうかもしれないですけど、うん、これ答えじゃないですよね。で何て言うんですかね、まあ僕結構私学教育みたいなことも最近ちょっと関わることが多くてですね、日本って地震があって津波があってですね台風が来てで噴火もするわなんだろうってこれほど地学に関わったのに地学を受ける人がほとんどいないっていうね。でまあなんか教育はそういう問題抱えてるんですけど、まあ、それがなかなかすぐには動かないのでそうするとそもそも教育受けてないけどちょっと自分ではこういう疑問を持ってるみたいなことの方が僕はこれから価値持つんじゃないかなっていう気がしてですね。で答えのないことを問い続ける主体性が知性だと思うんですけど知性もこの先大事じゃないかなと。で知能が今までずっとそのテストの答えを丸つけてもらうっていう知能は、まあ、こう結構高い人が今は多いと思うんですけど、まあ、これだけこう災害を目の当たりにしてくると知性でしょって話になってくると思うんですね。まあ、それでだから僕はだから自分は自分に対してこう答えを作ろうとして努力してきましたけどそれをこうだよって言ったところであんまりそれが価値になる時代じゃないんじゃないかなと。だから福岡に来たら僕の持ってる答えじゃないんじゃないかなと思うんです。で僕がじゃあ実践にしてることをちょっと紹介して終わりたいと思うんですけど、まあ、あと5分ぐらいですから、僕のやってるですね最近やってる初級ミッションはですね、まあ、超簡単で絶対これなら続くと余裕ですと。ぜひまあ、気に入ったらやってみてください。僕ね、iPhone でですね、こうやって Yahoo の、まあ、ちょっとした時に、まあ、開くじゃないですか。Yahoo のですね、こうトップ画面を開くとですね、まあ、こんなの出てくるんですよ。で、まあ、他のも気になるかもしれないですけど、僕とりあえずですね、まあ、ちょっと災害に関わりそうな話題があったら、とりあえず開くんですね。特に興味がなくても、とりあえず開くんですよ。で、特に読んでなくても、まずおすすめって押すんですね。これだけなんですよ。で気になるときは全部読みますけど気にならなくてもおすすめって押すんですよ。分かります？これ僕ができることじゃないですか。でこんなこと思いね、でおすすめってやると、まあ、僕の Facebook のフィードにガンガン行って皆さんね、こう元気がうるさいやつだなと思ってるかもしれないですけど、でも別になんていうか、まあ、僕がどう思われるかじゃなくて他の人からの見てて目に触れる機会がこう災害の情報って圧倒的に少ないと思うんですよ。僕はだって20いいねしかされてないんですよ。分かります？これ他の話題と比べた時に矢口がめちゃめちゃ多いですけど賛否両論の反響とかつって、まあ、こういうネタめちゃめちゃ多いんですけどそれ大事なのかと。ね、まあ、ね、大事なのかもしれないですけど、いや、これもうちょっとこれ200ぐらい言ってもいいと思いますけどね。違いますかねっていう話なんですよ。で、まあ、僕自身がそれほど今すぐこの霧島にいないしね、そんな問題かつては問題じゃないかもしれないですけど、これを20を21にしておくのは俺大事だと思うんですよ。で、僕のフィードに広がってそれでたまたま見た人が100人ぐらいいたら、それで僕にできることやったことになりますから、
伝達したことになりますよね。したかしてないか分かんないんですけど、したつもりになれるんです。簡単じゃないですか。すげえ簡単じゃないですか。そんな苦労しないでしょ。一生懸命言葉を今ね、あの前出てきてくださって、結構苦労しても言葉出してくださいましたけど、こんな負荷を毎回毎回かけれないです。でもやればできるってことが分かったのはすごい大事だったんですけど、こうなったら絶対毎日なんですよ。はい。超職業です。そうするとですね、下の方にですね、関連リングみたいなのが出てくるんですね。そうするとですね、あの次に似たようなのが出てくるんですよ。災害時の避難をこれどう防ぐ課題多いねとか。これはこの間のあれですよ。広島の土砂災害。で、ちょっと前の話なんですけど、忘れる前にこんな課題が今出てきてますよみたいな話が、ちゃんとしっかりまとまって出てくる頃にそれを気にするかどうかなんですけど、でこれ全文読むからですから、僕も毎回毎回全ての記事は全部読まないですけど、あしっかりまとまってるなってやっぱ読むし、あのちゃんと言葉もつけてフィードしますけど、せめてですねおすすめこれ1ですからね。ありますか。でもこれすごいいい記事なんですよ、読んだら。これ今日出たばっかりですね。はい、昨日ですね、23日の4、5時5分ですよ。これ、伝わんなかったらこの記事の価値ないわけですよ。わかります。で、まあ、本当にもうちょい何人か読んでるのかもしれないですけど、もうこれ100いいねぐらい言ってもいいんじゃないかなって僕は思うわけですよ。で、これを1いいねを2いいねに変えるっていうのは僕にできることなんですよ。これ簡単じゃないですか。それで、まあ、そうするとですね、まだあるんですよ。日本列島に点在すると自分の地域にだんだん近づいてくる可能性があるんですね。最初霧島だったんですよ。僕にあんまり関係ないんですよ。僕横浜に住んでるんで、たまたま出張先で霧島っていうのがあって、でちょいちょいちょっとこう行くと、まあ、ずっと気にしてたですね、土砂災害の話で。僕ん家の裏も結構山なんですけど、横浜はそんなに雨多くないですけど、やっぱ崩れやすい場所なんですね。でもこれ結構気になる話なはずなんですけど、これぐらいはね、やってもいいんじゃないかな。これ超職業ミッションですね。はい、これ絶対誰でもできます。これで、もっと簡単なのがあるんですけど、僕はちょいちょい、まあ、こういうイベントがあればそうですし、そうじゃなくても、まあ、何かしらこういう関係のフィードを流すんですけど、見つけてくださったらですね、まあ、とにかく何も考えずに一緒にしてください。これ僕の売名行為ですけど、単純にまあでもですね、僕の名を売ってあげるとですね、まあ、後でカレンダーぐらいは来るかもしれないですからまあまあでもね、僕の売名は全然本当はとてもいいですよ。あのでもシェアをするって意識するだけで忘れないじゃないですか。あれですよ、天才が忘れた頃にやってこないなら、小刻みに、まあ、ちょっとしたくだらないこともいいんですよ。あいつの名前を売ってやるかと。サイズカフェであったし、災害バスターズだしな、俺っていう感じで。まあ、ちょっとシェア、これ、パンパンパンとやられるのが2タップですから。ね、その対処違うんですね。で、まあ、中級ミッションはですね、僕はあの動画をどんどん YouTube にガンガン流してるんですけど、ちょっと気になる動画を探して聞いてみるっていうのは、まあ、このイベントのライブに来れる数って限られてると思うんですよね。そうすると、まあ、僕はあのこういう、まあ、学芸大で授業してたりとかですね、まあ、こういうサイエンスカフェみたいなイベントやると、それも全部動画撮ってますけど、そういうのを、まあ、短いのは3分からですね、長いのは1時間まで、まあ、いろいろありますけど、これも、まあ、気になったらちょこっと見て飛ばして、まあ紹介でもありますけど、まあ、これ盛り上がってなと思ったらぜひですね、ここですね、いいねです、はい、で、僕今一押しなのはですね、僕のライブの中でも一番盛り上がったのは岩手附属小のですね、まあ、小学校でやった授業なんですけど、まあ、気象学の授業っていうのをやってですね、これめちゃくちゃ盛り上がりました。これはね、10分ぐらいですけど、ぜひ見てください。で、ぜひこうね、終わったら明日にはこれ20いいねになってます、ね、はい、ぜひやってください。まあこれ10分からそこら見るぐらいだったら、子供に向けた話をちょっと見るっていうのは、まあ、大した苦労じゃないです。で、まあ毎日できないかもしれないですけど、
ちょっとイベントがあった機会かなんかにそれに関連したものを動画を探すですね。で上級も一緒なんですけど、まあ、これやってくださる方は何人いらっしゃるか、まあ、特に無理強いはしないですが、さっきからここにね出回してる感想相当あるんですけど、あのこれ、まあ、僕の著書作ですね。 2年前に書いた僕の、研究人生反省みたいな感じですけど、まあ、モテ作の正体なんですね。バイオ先生の正体モテ作何者なんだと、まあ、学生の頃からですね、まあ、どういういきさつで研究するようになったかみたいな話が主なんですね。バイオ先生の話は半分ぐらいですまあ結構ね、我ながらこれは僕は気象学の本の中ではこれほどエネルギー入ってる本はないと思うんですね。自分で言いますけどだけど、まあ、正直まだ2000冊ぐらいしか売ってないので、まあ、ぜひですね、まあ、ちょっと 見つけたら立ち読みして本屋さんで棚差しになってたら平積みにはい、してもらってですね、まあ、どれでもいいんですけど、もし気になって結構優しい本がおすすめで3冊あるんで、まあ、どれでもいいんですけど、もうちょっともし読んでくれたらですね、これアマゾン買ったらレビューするんですよ、一言で言って。これ発信じゃないですか。読んで分かったなって、それ分かったつもりなんですよ。まだレビューを書くと分かるんですよ。これ前に出てきて何か言った瞬間に、その聞いてただけとは違うレベルに行ったのは、これちょっと今体感したと思うんですけど、それと同じことがこう本でも起こるんですよ。本で、まあ、1500円でどれほどの知識が入ってくるかって結構、まあ、お買い得なものだと思いますけど、それが本当に身になるかって言ったらなかなか身にならないので、お買い得感が感じられないんですけど、これレビュー1行書くだけで全然違います。マジです。これ僕自身はモテキコワグのアマゾンレビューを探してもらうと、あちこちいろんな本でレビューしてますけど、あらゆる分野で僕レビュー書いてます。まあ本当に1行でいいし、まあ、筆が乗ったら10行書いてくださるんですね。これも全然違うんですよ。それともモテ作の売名行為にも貢献してくださるし、まあ、それもいいかなと。で、まあ、今のところですね、これが最新刊の荒木健太郎さんの本なんですけど、これはですね、これが一番おすすめですね。この初めてっていう方に、これは僕は中川プロデュースで作った本なんですけど、まあ、彼は本当にねすごい才能のある20代の超才能のある研究者なんですけど、全編こういう漫画だらけなんですよ。おで、ファーゼル君っていうですね、このキャラクターがですね、ちょっと飲みすぎちゃって酔っ払っちゃって吐いちゃってみたいなストーリーに乗っけて気象学の展開でいくとこういう話なんだよっていうのを全部聞かれてですね、で文章を読まなくてもこの漫画見てるだけでも大概のストーリー、あらすじが分かって、で、まあ、ちょっと気になったら読めばいいと思いますけど、まあ、そんな感じで読めるっていうのはですね、もう本当これ革命的な本だと思います、僕気象学の中では。で、まあ、これはめちゃくちゃ売れてますけど、ぜひですね、これは多分中学の中で今までで一番売れた本じゃないかなと。これが去年までトップだったんですけどね、これが去年で1万冊だったんです。これにあっさり抜かれたっていうですね。いやでもこれ本当に素晴らしいなんで、ぜひちょっと手に取ってみてください。44件も重なりでつってますけど、まあ、それもう分かるんですよ。みんな読んでて、素人の人もいっぱい読んでます。でそういう人がどういうことを書いてるか見れば長いのも分かると思いますけど、まあ、それだけでも価値あると思うんですけど、僕のはまだ7件ですで、まあ、でまあ報酬って話なんですけど、まあ、ちょっとなんか自分なりにミッションを考えると、まあ、ちょっと無理なく続けられそうなことをそれぞれちょっと思いついてきたと思うんですけど、まあ、それに多分報酬があるから続くんですよ。お金じゃなくてですよ、やりがいとか誰かが喜んでくれて、その反応が嬉しいから続けてしまうとか、例えば視聴者の反応があると自宅嬉しいじゃないですか。でテレビ関係者だったらそのレスポンスすごい分かりやすいんですけど、普通のまあちょっとしたことってなかなかレスポンスが分かりにくいんで、自分は何が報酬なんだと、これが報酬だと思っているんだということをちょっとそこまで考えて任務をこうちょっとやってもらいたいなと。でそうするとですね、情報を発信している人のところに絶対集まるようになってる、発
信してない人のところにはいくら詰めても集まらないんですよ。これ結構ね、要するに集めようと思ったら効率よく集めたりします。そうすると集めるだけの人は効率悪いんですよ。実は発信してる人のところに集まるのできてるんですよ。この人はこういう情報が欲しいんだなっていうところにそういう人が寄ってくるからで、まあその Facebook で寄ってきてくださってですね、まあ、今日ここまで来てくださったりとかですね、それも全部そうじゃないですか。で災害っていうキーワードだけでなんかその価値観がこう共有されて、価値観の違いも分かって、もう一挙両得ですよね。そうすると、まあさっきもちょっと言いましたけど、答えのある問題に答える能力は多分もう日本人のほとんどが義務教育を終えるとかなり、まあ、世界的に言えばまあかなり高い方なんですけど、これだけ災害が多い国でもあるので、やっぱりいるのはこっちなんですよね。答えのない問題をいかに問い続けられるかっていう、答えなくてもいいから問い続けるっていう、そっちの主体性の方が大事で、これをどう促すかっていう自分自身に対して。で、まあ、だからググりゃいいって話は、知能って話はですね、もし自分が頭悪いなと思ったとしても、知能は低くてもググりゃいいんですね、今の時代。でも絶対ない価値はですね、そのあこいつには情報を集めてあげようってするためにエネルギーのある人のところにみんな行ってくるんで、それ発信してるエネルギーを発信だと思うんですけど、まあ、それは結局不安定なことっていうかですね、答えのない問題に対処してるから不安定なんですけど、答えがある問題に対処したら安定ですよね。答えがないことにずっとこうかなあかなってやってるから不安定なんですよ。でもあいつ問い続けてるなっていう人のところにはエネルギーがあってですね、でそこにまあ、情報っていうのは集まってくるんじゃないかなっていう気がしてて、でまあ本当にじゃあそれは大げさな話じゃなくて、本当ちょっとした変化の積み上げじゃないかな。もう本当奈緒ちゃんもさっきちょっと前に出てこれに気づいた、それだけの積み重ねじゃないですかっていうのがですね、まあ、僕は今日一番言いたかったことなんですけど、まあ災害バスターズに入って皆さんなっていただいたので、これからですねそれぞれの災害に対してですね、まあ、それぞれの任務についていただいてやっつけるじゃないですかということでですね、今日はちょっと10分過ぎてしまいました。ありがとうございました。以上です。ありがとうございました。という話の間にですね、はい、災害バスターズというグループをですね、今おお作りまして、イベントページに作りましたんで、はいはい、災害バスターズになりたいという人がいた方は、はい、ぜひ皆さん入っていただいて、で災害の情報とかをこう共有しながら、はい、あの本とかこの本とか聞きたいこととかを聞きながら、みんなで社会的にこう動けるような、なんか楽しいグループになればなと思いますので、よろしくお願いします。はい、素晴らしいですね。ありがとうございます。なんかこうせっかくなんでですね、こう情報共有っていうのはやっぱり何かしらのツールで一つやらないといけないと思いますので、はい、その方向でいければというふうに思います。で、ということで、ここで終わりたいと思いますが、一応この後懇親会の場所を予約 しました、はい、で、すぐ近くのですね、カメラの北村の上の、太っ腹という店を予約しました。でもし今からお時間ある方はそちらに移動していただいて、みんなでまあ話しながら、まあ、今日の話もそうですし、例えば梅雨前線どうなのとか、ちょっと気象のことに聞きたいよとか、全然知らないですもんね。そうですね、もう家飲みながらどうなのあいつらはとか、はい、本当は喋りたかったんでしょみたいなね、梅雨前線どう変わったらいいよとかというところをですね、はい、聞いていただきにくい、はい、もしこの後お時間ある方、いらっしゃいますか。時間があるか何名でしますかね、はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,11 ですね、はい、わかりました。じゃあ最後に宣伝になりますが、毎週ですね、毎月1回、科学雑誌読書会というのを月曜、毎月第2月曜日にやってます。でこのネイチャーダイジェストを、買って、みんなでなんだこれ全然わかんねえやって言いながら、僕こういう知識あるよなんて言いながら、なんかこんな話を科学のことを分かったふりをする、イベントをやってます。その後半では
その後半ではあの NHK の考えるプラスの、再現実験をですね、毎回やってます。青井優さんがいつも実験してるやつですね。これを、みんなで試しながら、分かったふりをしてます毎月1回やってますんで、ぜひお時間の方来てください。毎週月…え毎月月ですか？毎月ですね、第2月曜日ですね。第2月曜日何時からですか？ですね、19時半からです。はい、もし場所は…場所はこちらです。ここですか？はい、もう迷わず来れそうです。そうですね、なかなか毎回あの松本さん の, あのビデオの寸止めが注目のことでそれは多分来た人しか分かんないです。あの来ていただけるとよく分かるんです。ぜひあのご参加ください。なぜ寸止めが来てますということで、じゃあ、これ、あの最後、名刺交換とかされる方は、していただいて、はいはい、そうですね、今日ぜひあの、来たような人は全員お待ちになってくださ、ね、はい、はい、バスターズ同士のつながりが一番大事だと思います、はい、僕にリクエストしてない人は、ぜひください。速攻で、OK します。目指す10分後ぐらいにはここ出るからなって感じで、よろしくお願いします。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。会費はこちらで集めます。ビジネスとしてもうしっかり成果が出ることで、報酬をお金で
やる人はある程度プロフェッショナルの意識で一生懸命やりこちゃんもっていうような形でやっていきたいなありがとうございます。時にも会おうと思って。嬉しいわ。嬉しい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 。嬉じゃあ参加させてもらいます。残念ながら俺が参加する人だ。あ、知ってます。ごめん、俺ちょっと絶対に使いたいって言われたんですけど、いいね、いいね、やれない、いいよ、一生懸命楽しめる。いやいやいや、あ、そうか、すごいね、使いたい人もね、ご無沙汰しております。あ、そうですね、突然で今じゃねえよ。サッカーでも慣れてますね、サッカーと。いいとか、クオリティとしては。あ、あれだよ、あの、あ、そうだ、力借りられます。すごい、そんなの間違いないから、気が回る。ちょっと、今日ですね、今日、プロの人たちが入って、はい、じゃあ行けるかもしれないですけど、夜ちょっと行くと思うので。もう私が集中できられてる。そう、もう、そ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 う、ここですね。ここだから、このライン、このラインよりここが手続きに行くと一緒になっちゃいます。はい、ここでポイントです。ああ、なるほどね。一定の真ん中を締めたいんです。はい、はい、業務は立て込んでる。業務以外の方法。
この前って一回来るんで、その前の週末も。金曜日の夜から、週末ですからね。いろんなものに変わりますけど、いろんなものに。一発、全然怒られない。だって、ナースによってメイクポイントあるよ。ビジュアルメイクも。じゃあまた。はい。どうも。ナースで終わるし、髪の毛真っピンク、一回ピンクにしてたらなんか、アジアの企業とか、来たんですか？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 来たんです